1> 第1回問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 1一番男の人と女の人が喫茶店で話しています。二人はこれからどうしますかああひどい雨降りになってきた。これじゃあテニス中止だね。そうね。買い物でもしましょうか。私、買いたいものがあるの。でもこの雨じゃねえ。だから最初に傘を買うのよ。そうか。まあ 少し雨が弱くなるのを待とう。コーヒー二つお願いします。ホットで。二人はこれからどうしますか。 2番 2> 男の子と女の子が話しています誰が男の子に勉強を教えますか勉強がわからないところ誰に教えてもらうの先生先生っていつも忙しそうじゃないそうねじゃあお父さんお父さんが帰る頃もう寝ているよお母さんお母さんには教えてもらわないよ すぐ怒るから。時々お姉ちゃんかな。高校生だから。でもお金取るんだよ。1時間200円も。誰が男の子に勉強を教えますか 番女の人が話しています。このラーメンはどの順番で作りますかこれはカップにお湯を入れ3分間待てば食べられるラーメンです。まずお湯を沸かします。熱くなったらカップに入れますがその前に塩など味をつけるものを入れます。その後乾いた肉。 野菜を入れるのを忘れないようにそれからお湯を入れて3分間で出来上がりですこのラーメンはどの順番で作りますか 4番男の人と女の人が写真を見ながら話しています男の人はどの人ですかまあこれが4人兄弟が揃った写真ね背の順で並んでいるねじゃあ一番左の人がお兄さん違うんだようちでは一番下の弟が一番背が高いんだ 二番目がその次。あとは年の順だけどね。まあそうなの。じゃあこれがあなたね。男の人はどの人ですか 5番。女の人がパンフレットを見ながら話しています。美術館に入るとき、いくら払いますかこの美術館は大人も子供も楽しめるのよね。入館料は大人が1200円。子供は半額。65歳以上は500円引き。うちは大人3人。 子供二人で行くことになった。おじいちゃんは七十歳だから。おばあちゃんはお留守番したいと言っているから。えー、っと、いくらになるかしら。美術館に入るとき、いくら払いますか 6番男の人が交番の人に聞いています。男の人はどこにカバンを忘れましたかすみません。カバンを落としたみたいなんですが。電車の中じゃないんですかよく忘れる人がいますから。お酒を飲んだのは電車を降りてからですから。じゃあ、お酒を飲んだところじゃないんですか友達がカバンを忘れて、 注意したくらいですからその後どうしました酔った友達を家まで送って上がらないで帰りましたタクシー呼んでもらってじゃあタクシーの中じゃないんですかいえ降りる時お金払いましたからあ財布はポケットから出したんだ 男の人はどこにカバンを忘れましたか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番。 お母さんと娘が話しています。娘はどうして朝ごはんを食べないのですか みどりちゃん、早く朝食を食べてちょうだい。朝ちゃんと化粧がまだよ。いい加減にしなさいよ。まだ中学生なのに。ママ、何のメニュー今朝は。好きなものばかり。ミルク、パン。嫌だ。昨日の朝と同じものを食べたくないわ。じゃあ。 何を食べる何も食べない。ええー、お腹すくわよ。ダイエット。でも、果物を用意してくれる果物メロンでいい。あ、そうだ。お小遣い1万円ちょうだい。早いわね。昨日あげたばかりなのに。今日は、 ディズニーランドに行くことになっているの。じゃあ、お弁当はいいわ。みんな買って食べるんだから。まあ。娘はどうして朝ごはんを食べないのですか 2>, 2番男の人と郵便局の係員が話しています。男の人はどうして取り扱い説明書を取り出したのですか いらっしゃいませこれを送りたいんですがはい中身は何ですかまたどちらへ送りますか電子辞書です中国の S 氏へ送りますそして船便でお願いしますそれではすみませんがここにお名前やご住所などを書いてくださいはいわかりましたあのー、これでよろしいでしょうか はい、結構です。今、測ってみます。ああ、基本料金をちょっと超えましたけど。そうですか。それじゃあ、中の取扱説明書を出します。大丈夫ですかええ、中国語のと日本語のとがありますから、日本語だけ出します。はい、もう一度測ってみますから、少々お待ちください。はい、2500円です。 細かいのがないんですが、五千円でお釣りをください。はい、五千円からお預かりします。これは領収書と二千五百円のお釣りです。どうもありがとうございました。男の人はどうして取扱説明書を取り出したのですか。 男の人と女の人が庭の花を見ながら話しています。女の人はなぜ花を植えないのですか 山田さん、今何をしているんですか今日はいい天気なので、花に水をやっているんですよ。今の季節はどんな花が咲くんですか今は菊ですね。あなたも花が好きですかええ、好きだけれども、花の名前はたくさんあるので、なかなか覚えられません。あそこに咲いているのも菊ですね。 そうなんです。へえ、こんなに大きいんですね。真ん中は黄色くて綺麗ですね。いつもこんなに綺麗に咲くのですかいいえ、難しいんですよ。時々うまくいかない時もあります。あなたも何か育ててみたらどうですか面白いと思いますよ。ええー、私もそう思っています。でも、 普通の日は忙しいので、日曜日は部屋でテレビを見るだけなんですよ。でも、自然はいいですよ。よければ何かあげましょうか。ええ、ありがとうございます。また今度。女の人はなぜ花を植えないのですか。 4番男の人と女の人が話しています。男の人は何時に部長に会いますか すみません田中部長に9時にお会いする約束なのですがいらっしゃいますか申し訳ございません部長は会議中でございます30分ほどで終わると思いますがお待ちいただけますかそうですか私も10時に人に会う約束がありましてそれでは2時間後にお会いしたいと田中部長にお伝えくださいませんか 2>, 2時間後でございますね わかりました。お伝えします。男の人は何時に部長に会いますか 5番男の子とお母さんが話しています。お姉さんは何をしていましたか お姉ちゃんどこトイレにでも行ったんじゃないのさっき行ったばかりだよじゃあきっと商店街だわ気に入ったものがあると子供みたいにそこ動かなくなるからあ来たよ両手に何か持っているお姉さんは何をしていましたか 6番女の人が話していますこの女の人はどう思っていますか 子供たちに一年で一番嬉しい日はいつと聞きました。するとそれはクリスマスでした。お正月より誕生日よりクリスマスの方が嬉しいと答える子供が多いのです。クリスマスには赤い帽子をかぶり赤い服を着て大きいお腹をしたとても親切なサンタクロースのおじいさんが どんな子供にもプレゼントを忘れません。私もクリスマスが大好きです。でも私の子供の時はクリスマスは外国のものだと思っていました。クリスマスよりお正月の方がずっと大切でした。サンタクロースを待つ子供たちの気持ちもわかりますが、今の子供たちが お正月をあまり楽しいと思わないのは私には少し寂しいです。この女の人はどう思っていますかここでちょっと休みましょう。 では、ままた続けます。問題,3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です 話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。1番。 女の人が話しています。面接の時の服装ですが、そうですね。普段着でも構わないという会社もあるようですが、やはり新人さんらしい緊張感を服装で見せた方がいいでしょう。ジーンズではなくスーツ。運動靴ではなく革靴。これが基本でしょう。ネクタイは派手じゃないことがポイントです。 話のテーマは何ですか ?1、面接の時の答えのポイント2、面接の時の緊張感3、面接の時のスタイル4、面接の時の態度 2番男の人と女の人が話していますおじいさんはどこのスーパーへ行くの私は安くて近いところ自転車だから私は車だからねそれにこの歳になるとあまり食べないからじゃあ品物が新鮮なところがいいのねそれより広いところがいいんですよ ああ、売り場ね。動くのに楽ですものね。売り場は広くなくってもいいけど、駐車場だよ。なるほどね。男の人が行くスーパーはどういうところですか一、1. 近くて商品が安いところ。 2. 近くて商品が新鮮なところ 3. 遠くてもいいから売り場の広いところ 4. 遠くてもいいから駐車場の広いところ 3番。お母さんが兄と妹ののテストの話をしています先週、英語のテストがあったんですけどね。妹の方が兄より30点多く取ったんですよ。兄の方は私が何も言わなくてもよく勉強します。妹は遊んでばかりいて勉強しません。ところが、点数は反対なんです。 どうしてでしょうね二人の子どものテストはどうだったと言っていますか一兄はあまり勉強しませんが妹より英語ができます二兄はよく勉強しますが妹より 英語ができません3妹はあまり勉強しませんから兄より英語ができません4妹はよく勉強しますから兄より英語ができます 問題,4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください1番。 今度の日曜日、お祭りがあるので、友達を誘います。何と言いますか ?1. 君もお祭り見たくない ?2. お祭りなんか見たくないんじゃない ?3. 一緒じゃなければいいんですが。 2>, 2番、課長の誘いを断ります。何と言いますか ?1、きっと行っていただきたいんですが。2、ぜひ行かせていただきたいんですが。3、一緒に行かれればいいんですが。 3番試験に失敗してがっかりした友達がいます何と言って慰めますか 1, 1 2度目なら気にしてよいさ2今度はうまくいくよね元気出して3今になってどうしようもないぜ 4番。電話をかけて、伝言を頼みます。何と言いますか ?1. すみませんが、伝言をお願いしてもよろしいでしょうか。2. すみませんが、伝言を言いますのでよく聞いてください。3. すみませんが、伝言をちゃんと覚えておきましょうよ。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。 一番。はい、こちらは西洋電機でございます。一、恐れ入りますが、どちら様ですか二、いつもお世話になっております。三、またいらっしゃい。 2番、どうぞお入りください。お邪魔します。1、どうぞそちらにおかけください。2、そちらの椅子を利用すればいいですよ。3、いいえ、お邪魔じゃありません。 3番どうぞ召し上がってください 1, 1じゃあ遠慮なく2ご遠慮なくどうぞ3遠慮することないよ 4番。じゃあ、わたしが行ってまいります。1>, 1、おかえりなさい。2、よろしくお願いします。3、これから気をつけなくっちゃ。 5番、ついでに課長のお弁当も買ってきましたけど。1>, 1、へえ、ついでなのか。2、うん、そこに置いてね。3、あ、どうも、悪いね。 6番今日はこれでまたね。1えっ失礼するの ?2 じゃあねおげんきで。3それはいけないね。 7番、コーヒーを入れてきますから、ちょっと待ってください。1>, 1、美味しいコーヒーでしょうね。2、ご苦労様でした。3、お構いなく。 8番、新年おめでとうございます。1>, 1、あけましておめでとうございます。2、こちらこそ失礼しました。3、祝っていただいて嬉しかったです。 9番。あいたた。1。あごめん。大丈夫ですか？2。すみません。踏んだところ足ですね。3。悪いけど私のせいじゃありませんよ。